徳川家康に瓜二つと言われた土井利勝、徳川三代将軍に仕えた切れ者武将。歴史の細道、案内人の沙織です。今回は土井利勝について紹介していこうと思います。徳川家康と瓜二つと言われた土井利勝、タヌキが二人、このそっくり情報ですが、実は全く似ていないという説もあり、二人の顔を拝めない現代では残念ながら分かりません。今回は徳川家康から徳川家光まで三代にわたり将軍家に仕え、家康の隠し子ではないかと言われた土井利勝について紹介していこうと思います。土井利勝の出生にはいろいろな諸説あり、土井利勝は元亀4年、1573年、水野信元の三男として誕生します。信元は徳川家康の母、於大の方とは異母兄弟にあたりました。利勝と家康は30歳以上年の差がありましたが、いとこ同士。しかし織田信長の家臣である佐久間信盛は、信元が武田勝頼の家臣秋山信友と内通していると信長に讚言。信元は信長の命を受けた平岩親吉により殺害されてしまいます。父を殺された利勝を家康は自らの家臣である土井利政の養子としました。また別の説では利勝が利政の娘と家康の間に生まれた子供であったことから、お家事情で信元の養子に出されます。内通を讚言された信元が殺されてしまい、利政の養子になったという説もあるとか。なぜ信盛が讚言をしたのかも腑に落ちませんが、信元はなかなかできる男であったようなので、この時代にはあるあるのことなのかもしれません。もし家康が父親だとしたら、親子で寝るのは当たり前のことですよね。7歳で徳川秀忠の守役に。天正7年、1579年、徳川2代将軍徳川秀忠が誕生します。利勝はなんと7歳にして秀忠の守役に抜擢されました。7歳の子供ですから、形だけの守役なのかもしれませんが、逆に利勝にも守役が必要なのではと思ってしまいますよね。そしてこの時の役量は200俵だったそうですよ。7歳にして役量なんて今では考えられないことです。利勝は料理が得意であったと言われ、秀忠の飯炊き係をしていたそうです。そのため飯炊きの土井とからかわれることもあったとか。そんな飯炊きで名を馳せていた利勝ですが、みるみるうちに出世し、秀忠の右腕として多大な権力を持つようになります。賢くて頭が切れる人物であった利勝、困ったことがあれば利勝に頼めばなんとかなると宝物をたくさんプレゼントされていたそうですよ。今で言う賄賂みたいなものでしょうか。徳川秀忠の側近時代。慶長5年、1600年、徳川秀忠は関ヶ原の戦いに遅刻するという大失態を犯してしまいました。秀忠の遅刻した原因は、真田昌幸、雪村親子がこもる上田城攻めを決行したからです。以前家康が第一次上田合戦で真田昌幸に痛い目に遭わされていましたから、父のリベンジをしたかったのかもしれません。まあ家康の命令であったとも言われていますけど、結局知恵者の昌幸に一杯食わされ、上田城に足止めされる羽目になった秀忠軍は、大事な戦に遅刻するというポカをやってしまいます。もちろん家康は秀忠の遅刻に大激怒、面会にも応じようとはしませんでした。守役である利勝も大目玉を食らったのかもしれませんが、なぜか戦後には500石を加増されています。慶長7年、1602年には下総の国御身川に1万石を与えられ大名となりました。順調な出世ぶりは家康の利勝びいきが影響しているのでしょうか。徳川三代将軍家光の守役も務める。
将軍の森役や側近は新しく一変するのが当時の風習でありましたが、利勝は引き続き徳川三代将軍である家光の森役も継続しました。秀忠の発令した一国一条令などにより、戦国時代もいよいよ終結を迎えたのです。元和2年1616年に家康が死去すると、家康の遺言であった久能山に埋葬するなど、利勝がすべての事務の統括を行いました。元和8年1622年、親子2代で家康の側近を務めた本多正純が失脚。正純といえば釣り天井が有名ですが、正純の失脚には利勝の関与も疑われています。もともと秀忠と正純の関係もうまくいっていませんでした。そして家康の娘である亀姫が正純を嫌い、不正を探して上に報告。一番の原因はこれに尽きるとも思いますけど、利勝が関与していたかは謎です。こうして正純が失脚したことにより、利勝は江戸幕府の最高権力者となりました。徳川家光の側近時代、政権で手腕を発揮。元和9年1623年、秀忠が嫡男の家光に家督を譲り、徳川家三代将軍となります。利勝、青山忠俊、酒井忠世の3名は秀忠から引き続き側近として仕えました。寛永10年1633年には下総の国古賀、現在の茨城県古賀市に移封となり、16万石に加増されます。利勝は寛永12年1635年、武家諸法度に参勤交代を追加し、新たな幕府体制を作り上げました。参勤交代はかなりの人数の大移動ですから、大名たちは半年以上も前から念入りに準備していたといいます。大名によって多少の違いはあると思いますが、現在のように交通が発達してない時代ですので、遅刻厳禁のルールを守るためには大変だったことでしょう。さらに2年後には民銭に頼っていた通貨を一変し、官営通報を取り入れました。何もなく出世していると思われがちな利勝ですが、江戸幕府の基本体制をしっかりと固め、出世するには相当な貢献をしているのです。ひげを剃った土井利勝を真似る。利勝は曲がったことを嫌い、周囲にあまり敵を作らず、常に公平を重んじる性格でした。それに伴い、こんな逸話が存在しています。利勝の風貌が家康に似ていたことは冒頭で説明しましたが、利勝自身は家康の烙印と言われることを嫌っていたそうです。どうにかして家康とは似てない顔になれないかと考え、思いついたのがひげを剃ること。当時の武将はひげがトレードマークと言ってもいいほど、そのほとんどがひげを生やしていました。ひげを剃る習慣もなかったことから、伸ばし放題だったのでしょうか。そんな時に利勝がひげ剃りを実行。この利勝の行いに武将たちの間で迷信が飛び交います。当時の幕府で最大の権力を持ち、スムーズに出世していた利勝を真似れば早く出世できるのでは。こうしてひげを剃る大名が続出。この利勝のひげ剃り行為が現代のひげ剃りの習慣になったと言われているそうですよ。よほど家康と似ているのが嫌だったのでしょうね。少し家康が気の毒な気もしますけど。まとめ。土井利勝といえば徳川家康の隠し子なんて言われていますが、いとこであることから容姿が似ていることは不思議ではありません。幼少の頃より鷹狩りに同伴させるなど、家康の寵愛を受けて育ちました。事実は本人しか分かりませんが、利勝のスムーズな出世は息子だからなんて言われることがよほど嫌だったのでしょう。利勝のまっすぐな性格からしてみれば納得できる感はありますけどね。順調に出世したと思われがちですが、家康、秀忠、家光と徳川の全盛期を支え、徳川幕府の基盤を作り、
きっちりと仕事をこなしているのも事実。その辺は誤解のないようにしておきましょう。趣味が料理だったのかは謎ですが、飯炊き係をするほどの料理上手。秀忠は利勝の作った男飯を食べて育ったのでしょうか。ともあれ、利勝は真面目なだけでなく、茶目っ気もあり、なかなか興味深い人物でありました。寛永14年、1637年頃から痛風を患っていた利勝は、翌年実務から退き、大老となります。これは体調に気を使った家光の配慮だったそうですよ。寛永21年、1644年、病床に伏した利勝は72歳で永眠しました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。また、よろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。